実際あった英語の試験。それを説明します。まあ、正確には実際にあったような、それの再現ですね。英語といえば基本的な単語と基本的な文法を知っていれば答えられる。それが本来の試験のはずです。しかし一部の人は、もう暗記してないとわからないような問題を出すんですよ。私果たしてそれ英語の試験なのかなんか全然違う試験になってるんじゃないかそういう疑問がありますね。 それ、これから三つの例題。それを説明します。明らかにおかしい。そう感じてください。一問目。ダイヤル M for murder。これを日本語に訳してください。あ、わかった。ダイヤル M は殺人のダイヤル。間違いです。違う。答えは、ダイヤル M を回せ。回せそれが正解なんですけど、 どこにも回すターンとかなんてないですね。ターンとかローテーションとか、ローテーとか。では次。オースティンパーズ、ザ・スパイ・フー・シャグドミ。オースティン・パーズ、私とやったスパイ。×。違う。正解はオースティン・パーズ・デラックス。どこにもデラックスなんて書いてないだろう。でも試験例はこう書かないと×ですね。最後の問題。アニマル・クロッシング、ニュー・リーフ。 動物との交流、新緑、罰です。これ飛び出せ動物の森。飛び出せってどこにも飛び出すポップアップなんてねえだろうと思いますね。これ、一般的な英語能力で訳せないですよ。私はこの三つとも、英語の問題としては不適切だと感じますね。問題作成する人、何を試験してるのかわからないような問題、やめてくださいという感じですね。正直この問題、 英語の問題でもないですね。最初の2問は映画の問題。最後の1問はゲーム関係、ビデオゲーム関係の問題。そうなってしまいますね。決して私は英語の問題じゃない。そう感じます。また、英語の問題だとしたら理不尽すぎます。そしてこういうことやってる人、意外に多くいます。気をつけてください。断固抗議してください。 ぜひ私のチャンネル登録してください。です。他にも Facebook、Twitter、Google+, b l o いろいろなものやってます。どんどん登録してください。